こんにちは、ふみです。本日はですね、前回の動画の続きでガンホーコラボのキャラクターの紹介なんですけど、前回新キャラと新武器を紹介して、今回情報修正の内容を見ていくんですけど、凄まじい数があるので、全部は紹介せずに、私が強いなと思ったキャラを抜粋して紹介していこうと思います。全部はね、一通り目通してる方も多いですし、他の方も解説してると思うので、強いと思うキャラ抜粋して見ていきたいと思います、まず、上から行くと3番目にいるラルグですね。火のキャラなんですけども、スキルがね、変わりまして、7ターンだったのが4ターンになっております。これはかなり速くなりましたね。3ターンはでかいからね。スキル内容的には変わってないんですけど、敵全体にチームの火と闇属性の総攻撃力 ×50 倍の火属性攻撃、6回以上最上段横一列を火に変化ですね。スキルターンの縮まり方はかなり良いかなと思います。はい、リーダースキルは、火を6個以上つなげて消すとダメージを 65% 軽減、 25% から 65% まで上がりましたね。で、攻撃力が3倍、操作時間が5秒延長2秒から5秒に変更で、スキル使用時攻撃力が6倍から7倍に上がっております。はい、そして続きまして式神のダークカラー、これがもうなんかメインと言っても過言ではないぐらい強くなってますけども、スキルが6ターンだったのが2ターンに縮まりました。4ターン縮まりまして、これはね強いですよ。だって2体いればループできるようになってるし、そもそもね、両端変換なんで、1列残していくこともできますしね。めちゃめちゃ強いです。で、超覚醒は超コモ強化が増えていて、副属性まで闇なのでね、副属性までしっかりとカンストを狙っていける感じになっております。で、リーダースキルが7コンボ以上でダメージを半減、攻撃力が4倍、闇の2コンボ以上で攻撃力が4倍から6倍に上がっていて、闇属性の HP が 1.7 倍が増えたんだね。3コンボ以上で6倍っていうのがなくなりました。全体でいう軽減率とかは変わってないんですけど、攻撃倍率も上がっておりますね。はい、この式神のダークカラーはきっと欲しい方が、2体欲しいっていう方がね、いっぱいいるんじゃないかなと思います。続きまして、ブラダマンテですね。光のキャラです。このキャラももともと強かったんですけども、より強くなっております。スキルがですね、スキル内容は変わっておらず、5ターンから4ターンに、1ターン縮まっております。リーダースキルが7、6マスで、光の2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が8倍。かなりあれですね、変わってますね、上の行は。で、7コンボ以上でダメージを、軽減だったのが半減になって攻撃力が2倍と。はい。で、超覚醒とかは特に変わってないんですけど、そもそもね、光パワーサブの中ではなかなか強いところにいると思うので、光パーティー使う方は欲しいキャラだなと思います。そして、レギンレイブですね。レギンレイブもね、いい強化もらっております。スキルが、6ターンで打てるもので、6ターンの間闇ドロップが少し落ちやすくなる、消せないドロップと覚醒無効状態を全回復、ループですよ。目覚めループですね。で、もともと5ターン回復だったやつも全回復になっているので、これはなかなか使いやすくなりましたね。で、超覚醒で超コンボ強化も持っているようになっているので、火力もさらにアップしております。闇はね、優秀なキャラが多いんで、もしかしたら入らないところもあるかもしれないですけど、目覚めで言うと多次元とか結構きつくてさ、ルを使ってたりすると思うんですけど、そういうところで活躍できるかなと思います。そしてミナーバ、ミナーバは覚醒変わっておらず、スキルが変更になっておりまして、3ターンの間チーム内の操作時間延長の覚醒数に応じて、攻撃力と回復力が上昇が3ターンで打てますので、こちらもループですね。エンハンスのループになっております。もともと1ターンだけだったんで、これはかなり大きい
情報修正だなと思います。でリーダースキルは、紙タイプの HP が 2.3 倍、2色から 2.3 倍に変わっておりまして、7コンボ以上でダメージを軽減、4色以上同時攻撃で攻撃力が20倍、3コンボ加算ですね。まあ他の倍率とか軽減率は変わってないですかね。で、まあ、聴覚性に超つなげ PC 強化が入ってますけど、まあ、これは使わないかな。はい、使わないかなと思います。そして、ラクシュミーですね。こちらのキャラも注目です。スキルが9ターンの間ダメージを軽減。ドロップのロックを解除し、キドロップを火に変化が9ターンで打てます。これもループになりました。軽減ループですね。まあ、火の軽減ループで言うと、距離も35% 軽減のループなんで、まあ、そこちょっとかぶってしまうところはあるんですけども、聴覚性で無効貫通をつけられるようになったことで、しっかり無効貫役としても強いキャラになりました。でリーダースキルは火属性の HP と攻撃力が 2.5 から3倍になっていて、操作時間2秒延長、火を7個以上つなげて消すと攻撃力が8倍、2コンボ加算。まあ、サブとしてめちゃめちゃ火のサブとして強いなと思います。で続きましてロッキー、ダークカラーの方ですね、ダークカラーの方も、強くなりました。スキルが2ターンの間敵の防御力が0になる、 HP が1になるが、1ターンで打てます。もうこれは完全にもうオールマイト意識ですね。で聴覚性は超コンボ強化を持てるようになっているので、自身の火力も上がっております。でリーダースキルは悪魔タイプの HP が 1.5 から6に上がっていて、攻撃力と回復力が2倍3色以上同時攻撃でダメージを半減、攻撃力が7倍から8倍になって、2コンボ加算から4コンボ加算に変わっております。サブ要因として持っておきたい方多いんじゃないですかね。まあ、こういう一旦自称の HP1 になるキャラは、まあ、真白がねいましたけど、真白しかいなかったところ、ロキが登場したということで、まあ、取っておきたい方いっぱいいるんじゃないでしょうか。そしてベリアルですね、ベリアルはバインドが圧縮されて、新しく無効貫の覚醒が増えました。まあいろいろ物議を醸しているようですが、まあ、無効貫、まあ、超コンボ強化もね、聴覚性でつけられるし、まあ、どっち役としても無効貫役としてもできるようになったっていうのは、まあ、大きいと思います、個人的には。まあ、そのスキルが良かったとか、封印が良かったっていう気持ちもわからなくはないですけども、全然無効貫でも強いです。そもそもね、調整前でめちゃめちゃ強いので、でリーダースキルが、変わっておりますね、火闇の同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が18倍、回復力が3倍、火か闇を5個以上つなげて消すとダメージを 60% 軽減、2コンボ加算。結構ダメージ軽減率変わってますね。続きましてベルテですね。ベルテはスキルが変わっておりまして、一旦の間落ち込んだし、操作時間が1秒、延長ロック解除、木と回復を3つずつ先制、まあ、ロック解除がついたんですね。これはねかなりでかい。ベルテのチラスとか私も使ったことあるんですけど、まあ、どうしてもロックが邪魔でロック解除できないっていうのはネックに思ってたんですよ。その分サブでね、あのセリカだったりロック解除要因を入れなきゃいけなかったところ、自身でねしっかり解除できるようになったので、これはかなりでかいかなと思います。でリーダースキルも変わっておりまして、キー回復の同時攻撃でダメージを 60% 軽減、半減から 60% になって、攻撃力が15倍から20倍まで上がっております。結構でかい。でキーを6個以上つなげて消すとダメージを軽減、3コンボ加算。この経験も、25% 軽減から 30% になってるので、まあ、60% と 30% に上がっております。で聴覚性は超つなげ消しが入ってますけど、まあ7強化無効化になってくるのかなと思います。続きましてパラディンですね、これも強くなりました。スキルが変わっております。 HP が 50% 減少、ドロップのロックを解除、1ターンの間属性吸収を無効化でダメージ無効貫通が3ターンになっております。そもそもねダメージ無効貫通は打てなかったんですけど、そこをプラスされていて、で1ターンスキルも縮まっております。まあハンスの代用とか言われてますけど、まあいろいろ違うところはありつつ、
まあ、光の交換通訳としては、かなりいいかなと思います。ロック解除するのも偉いですね。でリーダースキルも変わっておりまして、回復の5個十字消しでダメージを 70% 軽減、攻撃力が20倍、3コンボ加算、10コンボ以上で固定1ダメージ。最後になります。私がピックアップする最後のキャラはゴーストリングですね。もともと強くて使われてますけども、学生に闇のたこ焼きが追加されて、まあ、パーティーの全体の火力も上げられるようになりました。でスキルが一旦の間自分の攻撃力が3倍ドロップのロックを解除し、闇ドロップを3つ生成が2ターンで打てます。もともとはですね、まあ、ロック解除を3つ生成しかなかったんですけど、自分自身の攻撃力3倍がついたことで、まあ、副属性までしっかりと火力裏カンストまあ、できるようになったんじゃないかなと思いますので、かなり強いと思います。でリーダースキルは落ち込んなしで闇属性の攻撃力が18倍から22倍まで伸びておりまして、闇の2コンボ以上でダメージを 65% 軽減、2コンボ加算、まあ、この辺は変わってないかな。まあ、以上私がパッと見てね強いと思ったキャラたちなんですけども、まあ、これを参考にしてどのガチャを引くかどうか決めてもいいのかなと思います。私は式神とロキが欲しいです。ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。それではさよなら。